ゆるい姿を撮った。今何時や？今10時半。お願いがある。何ですか？知らないですか？もう編集で疲れたんですよ君の旦那は編集で疲れたんですよ母だから辛ラーメンを作ってくれ。まあ別にいいよ。お、本当？本当せ、さっきからいろいろ作ってたからついでに作ってみましょう。やった。やってるの？何が違うの？先に水を入れて沸騰させてから、うん、作ろうと思ったんだけど、うん、確か先にごま油でニンニクとかを炒めた後に入れることにしようか。そうだから、まあ、そういうのを思い出したから、うん、ちょっと仕切り直したの。おお、さすが。ネギはいつ入るの？ネギね、いつ入るの？まだ決まってないんだ。最後ら辺に入るのか、うん、今ぐらいから入れようかな。ああ、そう、今ぐらいか。ちょっとネギ高くない？何や？丁寧にやってる。もしかして。ちょうどいいんじゃない？お酒どうでしょう。お、いい感じ。へいよ、マジアミリ、ちょっと何かもっと必要だと思わないですか？キムチですか？そうですよ。マジでそんなキムチがない辛ラーメンを食べろって。違う、もう普通に出そうとしてたんだけど知ってますよ。キムチ嬉しくてまあ大丈夫よ。ないない、大丈夫よ。おー、いい感じじゃない？おー、いい感じじゃないですか？判定しますよ。何もしてないけどね。うん、美味しい美味しい。なんかまるで PC 版で食べる辛ラーメンみたいな味。これは褒め言葉なんですか？うん、褒め言葉なんですか？うん、あ、そう？そうだよ、 PC 版で売ってるラーメンが一番美味しい。私は何をする？そこに座って愛しい旦那の姿を眺めばいいんですよ。わかりました。喜ぶないでしょ、午前。そう、普通に今は寝ようとしてただけ。あ、もうしたんだね。そう、終わった後にまた食べてやるのかな。美味しい。君は俺と結婚する前に辛ラーメンとか家で作って食べないでしょ？辛ラーメン食べたことなかった。ん？食べたことなかった。食べたことがない？うん、普通にカップラーメンとか食べたことあるけど、うん、辛ラーメン自体は食べたことなくて。あ、袋麺の？そう。あ、もう家でとかじゃなくて、そう、仕事帰りの夜中とかに、うん、それたまに食べるときはあったけど、カップ麺とか、うん、でもあの韓国のキンパ天国とか、うん、キンパチョンコかキンラーメンは大体の普通にラーメンって、うん、あのメニューであるじゃん、はい、そういうなんかドッポッキ屋とか、うん、キンパ屋とか、うん、頼むことない。頼むことない。まさか、うん、インスタントラーメンをわざわざ店で頼む、うん、その感覚がよくわからない。で、買って家で作るものだと思ってたら、まあ、そうだ、何もないときに、うん、だからお店でわざわざお金払ってまでは別に食べたくない。もうキンパ、いやでキンパ食べたら、うん、辛ラーメン食べない。キンパ食べるときはキンパ持ってくよ。か、マンドゥとか。ラーメンは別に食べないね。キンパ食べたいときはキンパ持って頼んで、ラーメン食べたいときは普通にラーメン食べて。でも大体食堂行っても私ほぼキムチチゲぐらいしか食べなかった。でも学校の中の食堂じゃん。うん、
なんか生徒食堂みたいな、あそこに行くとめっちゃ安いじゃん。安かった安かった。俺の大学は多分なんか150円とかでやってる。そう、その養成大学の学食行ったことあると思う。そう、そこにラーメン必ず売ってるじゃん。そうで、一番安いじゃん、200円とかでしょ、250円とか、だからめっちゃ安く済ませるから。そう、養成大学の学食でモンゴル料理あったんだよね。なんでなんか麺のやつだった。まあ、それ忘れちゃったけど、あるんだと思って。ラーメン自体はそもそも頼まないから、好きだけど、でもなんかほら、君も知ってるようだし、あんまりうまく食べれないから、こう、できないじゃん。だからそこまでだから選ぶことが少ないから、ご飯ないよね。あ、あるよ、これのやつ。ちょっと多すぎる。そう、お腹空いてるから入れちゃう。いや、でもこのぐらい。ビールとかって、スタミナつけて、一緒に挑んでください。決めて出るでしょ。私は出る。まあ、もしかしたら会えるかもしれない。ちょっとね。起きてるかもしれない。試合に起こされて、起きてるかもしれない。まあ、まあ、君は下で頑張ってください。試合最近よく起こるから。そうだね。なんだろう。ネギ大きい。ネギ大きいね。なんかもっとちっちゃかったっけ、みんな。ケースもちっちゃくしてた。そんなもんじゃない。普通だよ、具ばっかり残して。だって味を出すことで役目は終わったもん、ネギ。そうだけど、でもわかめもそうじゃん、わかめスープのわかめも残して。じゃあそこから出る味が美味しい。だけど具はほぼ全部残してる。子供がもう3人いるような。これもいらない。どうしてしました。空腹が満たされたから深夜に汁ラーメンとか作らせてって僕言うかもしれない。何も思わなかった。どうせだとやってたからね。どうせまだガサガサやってたから。あ、そう、増えただけ。ありがとうございます。頑張ってください。